こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。お茶の先生がコロナになってしまって、お茶仲間と一緒に小淵沢でうなぎを食べに行こうというわけで、井筒屋さんに友達が予約をしてくれました。それで、せっかくお茶の時にいつも着物を着たりしているので、暑いのでね、今日は浴衣を着てうなぎを食べに行くことにしました。北斗市は涼しいですけれども、それでも今やっぱり暑いんですよね。だからちょっと着物も、夏の着物でもいいんですけど、私は今日は浴衣を着て出かけようと思って準備しています。浴衣が久しぶりだったのでちょっと手こずってるんだけど、これはカメラのセッティングに手こずっています。今日は、浴衣を着て参ります。この半幅の帯を、なんか YouTube 見たりして全然予習しなかったら、前普通に巻けてたのにどうやって巻くんだったか忘れてしまって、何回も結び直ししますよ。ご覧ください。今3倍速で映しております。
こからようやく自分の結んだ結び方が間違っているのに気がついて思い出して今巻き直しています。これで結んでいったらお仲間も誰も直さずいいんじゃないみたいに言ってくれたので、まあ、とにかくうなぎを食べに行ってほっとしています。なんか紐が下から出たりしてるけどちゃんとこういうのは最後きれいに整えます。エアコン入れたけど暑い、というわけで、浴衣をちょっと着ることができました。なんかちょっと帯が変だけど向こう行って直してもらいます。というわけで
なんかすごい久しぶりに浴衣の帯を適当に結んだので、全然何か勉強してから来たわけじゃないのでちょっと怪しいですけど、まあ、こんな感じで、ちょっと急いで来ました。なのでいつもそうなんですけど、ゆっくり浴衣に向き合ってないんですよね。昨日から浴衣とか出して一回着てみたりとかそういうことをしてみればいいのにね、そういうこともせず急いでパパッと着たので、今日はね、お茶の先生がちょっとこれ上に上げる、今日はお茶の先生がちょっとコロナになっちゃって調子悪いということで、お仲間だけで浴衣を着て、そして小淵沢でうなぎを食べようという話になり、今日はこれから小淵沢に浴衣を着てうなぎを食べに行きます。で、靴履かなきゃいけないので、今靴下を履いています。それで草履を持って行って裸足で草履を履いていくかな、靴脱ぐとこだったかな、忘れちゃったけど靴下一応持っていくから大丈夫だと思います。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。ちょっと浴衣、あ、帯が映ってない、浴衣を今日は着ましたという動画でした。なんか下着でそのまま上に着て、で本当はお茶の場合は下に薄い長襦袢とか着てやるんですけど、まあ、暑いからね今日は浴衣1枚で来ました。ではまた。